はい、皆様こんにちは。パーソナルトレーナーの峯岸です。いつも動画見ていただきましてありがとうございます。はい、今日ちょっと、ね、久々ですけども峯岸さんのショートやっていきたいと思います。はい、峯岸君でよろしくお願いします。いや、久しぶり。久しぶりですね。久しぶりですね。皆様ちょっとね、待ってたかどうか分かんないですけども、待ってる人いるかな。見てほしいな。数十人ぐらいは多分いるんですよね。いてほしいな。数十人ぐらいいてほしいんですけど、あれ最近更新してへんなみたいな人が、ね、毎週峯岸言ってますけど毎週じゃないっていうのはね。そうですね、ちょっとまあ緩い感じやってるんですけど、イレギュラーもあります。イレギュラーです。はい、まあ、前回ちょっとね、連休ついたんでね。そうですね、月曜祝日が続きましたね。この収録は実は毎週月曜日やってるので、月曜日祝日の時は一応お休みにねしてるんで、まあ、それもね、うんうん、ちょっとプライベート時間作ろうってことで、ここはちゃんと分けてやってるというところですね。はい、まあ、近況報告どんな感じですか、このまあ2週間3週間ね。そうですね、基本的に僕は日曜が休みなんですけど、まあ、月祝が、ね、日祝がお休みなので、はい、まあ、2回連続祝日があったので、もうみっちり楽しんできたなという感じで、1回目の連休は家族で旅行に行って、家族が実家の西垣家ですね。西垣家の旅行に兄家族、僕の姪甥とかが来たりとか、あとは僕の奥さんも、初めて僕の奥さんと西垣が一緒に、そかそか、はい、旅行に行くことになって、まあ、総勢10名 で、 あ、大きいですね。はい、京都の北の方、一番最北端まで丹後まで行ってきたんですね。まあ、なんかこう友達とは、友達と行く旅行とはまた違う楽しさがいっぱいあって、でなかなかね、こう実家に帰るときとは違う話題が、こう将来どうすんのとか、仕事のことどうなのとかっていう会話が出たりとかで、なかなか親と、あ、こんな話することなかったなっていうような。そうですよね、なかなかないんですよね。兄弟もそこまでこうで、今回は兄弟でみんなでお金を出して親をこう、まあ、旅行に連れて行こうっていう、素晴らしいですね、ことやったんですけど、なんか兄弟でそうやって力合わせてやるのもなかなかなくて、なんかちょっといろいろあったかい感じの旅行になりましたね。いい空気流れてますね。いい空気でしたね。そうそう、やっぱこういうことをしなさんね、していった一番ね、住み渡した人生とても素晴らしいことなんですよね。なんかこういう時間いいなと思える時間でした ね、 ね、でその次の連休は、専門学校、柔道整復師の専門学校の同級生たちと、同窓会を企画して、まあ、先生方もお呼びしてですね、まあ、近況報告をして、まあ、将来の夢熱く語り合ってですね。おー、夢いいですよね。はい、まあ、戦友ですからね。そうですね、一緒にはね、3年間ね、苦楽を共にしたっていうね、そうです、仲間だと思うんで、やっぱそのね、こうしんどいことを国家試験乗り越えたやつやから、こう応援できるっていう ね、 そうですよね、長って、まあ、それやって、その次の日に、バク転教室と、パルクールですね。あ、ありましたね。はい、大阪の弁天町に、あるんですよね、アクロバットジム。もうそのままですね。アクロバットジム、まあ、けどめちゃめちゃこの軸はしっかりしますね、ジムね。もうビシッとしててですね、めちゃめちゃ広いんですよ。あ、そうですね、もう多分ここの10倍ぐらいあるんちゃうかな。まあ、いったらね、いろんなアクロバティックとかするんで、狭かったらね。そうなんですよね。ちょっと走行的な感じですか、イメージは。そんな感じです、そんな感じです。で、まあ、釣り革があったり、トランポリンあったり、なんかふかふかのこう飛び込むとこあったりとか。まあ、だからの体操教室のちゃんとしたバージョンみたいな感じですかね。そうですね。で、まあ、バク転を教えてくれたりとか、まあ、アクロバットを教えてくれたりする。すごかったですね、そのバク転教室、まあ、アクロバット教室か。なんかこう、クラスがこうバーッと朝からバーッと続いていってやってるんですけど、もう本当にね、最後のレッスンなんか多分40人ぐらい来てたんかな。すごいですね。すごかったですね。まあ、小学生からもう、もう50代の人まで。50代、50代でバク転する人がいるんですよ。僕の年上でバク転するのなかなか、そうそう、なかなかすごいですね。バク転どころじゃないですよね。バク転は超ヘボヘボレベルで、飛んでくるくるくるバチンみたいな、もう技ですよね。もうアクロバティックで技ですよね。すごいですね。あ、なるほどね。そういう、まあまあ、で講師の先生方もなんかテレビ の、 CM に出たりとか、ね、まあ、そのアクロバットの技で、アクションスターとかそういうの目指してた人とか、そんな感じですね。そうですね。あと USJ の、 パレードに出てる人とかが先生でバク転を教えてくれたりとかするんですけど、なんかね、なんかすごいトレーナーとしてすごい興味深くて、その先生たちはスクワットの素の字も知らんわけですよ。だけど究極やってるわけじゃないですか。そうですね、もう身体能力の限界にチャレンジしてて、そういうことですよね。ああ、なんかゴール地点、あ、ここに行きたいなみたいなのがちょっと思えて、ちょっとまた見えてきましたもんね。はい、飛べ飛んで回れるようになりたいな。だけど純粋にそう思うって大事なんですよね。
やっぱ人間だから目標にするのってそういうもんじゃないですか。なんかこうなりたいな、なりたいなっていう憧れからでしょ。憧れ大事ですね。だから痩せるのもそうですよ。肉体、いい肉体になりたいって憧れでしょ、うんうん、だからまあボディメイクってそういう全般だと思うんですけども、うんうん、そういうのに憧れから入っていくと、まあ、だからそれがたまたまそういう人たちとは動きが魅力的やったっていうことになってくるんで、そっちも一つの軸としてはいいのかなと思います、うんうん、そうですね。なんか、うん、こういうことできるようなんて、うん、ああなんか将来教えれたらなとかって思うぐらい、これまた西垣ジム構想が、はい、ちょっと言ってましたからね。クロマト、あのレベルにいつになったらいけちゃうというのが一つの問題点なんですよ。今から何年かかるんじゃろうって感じですけど、まあちょっとジムに入会しようかなとちょっと思うぐらい。京都ないんですか。じゃあ京都はないんすよ。あ、なんかその、まあ、以前バク転教室っていうのは行ったんですけど、あの規模あのレベルっていうのはなかなかなくて、ってことで逆に詳細そう見ますよね。そうそうね、そこで京都で初石垣君のプロデュースみたいなね。ねえ、やったら面白いんちゃうかなと思うんですよね。ねえ、あの、まあまあもうビジネスモデルとしてはもうすごいしっかりしてますね。そうそうそう、はい。いやあれ面白かったですね。まあもともとそういう興味ありましたもんね。そうですね、そうですね。もともとそういう体を動かすとかっていうのは興味があったので、あの今回またできて、ただもうとてつもない筋肉痛になって、そうでしょうね。肉離れちゃうかいぐらいこの四頭筋がもう。だから身体、体を動かすことってすごく大変なんですよね。大変ですね。だから体操選手がムキムキになるって分かるでしょう。いや、あんそうだなと思いましたね。彼らが何でムキムキになるかってそういうことなんですよね。想像以上負荷かかってますよ。とてつもない、あの高いところから着地するっていうのはとてつもない衝撃がかかるっていうのは、バク転水も飛んで手ついてですからね、手つくのもね、体重ガーン乗っていくわけでしょ。そうなんですよ、あれはその衝撃って結構キロになったらすごい重労働だったんですけどね。すごい衝撃でしたね。一緒に行った友達はあの頭から落ちてもうしっかり頸椎捻挫しましたから。危ないですね。危ない、そうそう、危ない、ね、危ない。いやすごかったです。まあでもそういうなんかこう、うん、なんかやりたいこともちょっと見えたりとかして、すごくいいプライベートが過ごせた、そうです、ね、はい、時間でしたね。連休すごい有意義に使いましたね。はい、楽しかったです。なるほどね。はい、峯岸先生は、うん、まあ私もそうですね、まあ2回連休あって、で1回目の連休は特に何もせずに、まあ普通に仕事をしてたんで、まあへーへーへーぼんぼんと過ごしてて、でまあ僕もね、先週の、前回の月か日月か、うん、日月に関してはあの同じように家族旅行ね、おあそうそう、いたりましたね、まあ、同じく峯岸式旅行って、まあ、これ もう恒例でも何回目なんかな、7、8回目ぐらい。すごい。もうだからお互いね、まあ、僕も兄貴がいるので結婚ね、はい、してるん で家族ね、子供いるんでということで、うん、まあ、総出で行くっていう旅行はこれもう毎年恒例なんですね。あ、毎年恒例になってるんですね。もう恒例行事です、これは。まだスーパーベテランですね。いいですね。一族旅行ベテラン。僕も新人ですね。そうそうそう、まあ、まだ1回目で、まあ、まだ、ね、1回目です。まあ、僕も7回8回行ってるんだからね。すげえ。へえ。まあ、行ってるとなって、まあ、それがたまたまこの前やったんですけどね。で、まあ、鈴鹿サーキットにね、行ってきまして。いいですね。まあ、皆さんも鈴鹿サーキットね、こうサーキット場のところで。まあ、ぶっちゃけね、はい、まあ、僕行く前までは、まあ、言うても子供の、まあ、遊園地なんだっていう、ちっちゃいゴーカートみたいなもんかなみたいな。はいはいはい。まあまあ、まあ、子供ないしなかんなとかっていう、ちょっとねそんな感じで思ったんですけども、うんうんうん、行ったら意外に楽しいっていうね。意外と面白かったですね。大人が楽しい。大人も楽しますね、十分。はあ。まあ遊園地と遊具はね普通のやつなんですけどね、うんうんうん、まあ、サーキットはねちゃんとあの普通のポケバイがあったりとかね、あ、いいですね、電動のバイクがあったりとか、ね、はい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 、乗れたりとか、あとまあ本当にあの実際レース、あのレースサーキットに入っていましたよ。そうそう、あれすごいです、あの車サーキット上で運転しましたよね。運転しますかね、娘さんがね、娘が僕はできなかったんで娘が足なんですよね。ねえ、あれすごいですよ。時速も多分 5,60 キロが出ましたね。そんなめっちゃいいですよ。ウィーンっていくんだよね。ちょ待って待ってやってキャーって言うの笑いながらね、ブーンって思いっきり吹かしてたんで、そんなでんじゃ、いや、がっつり速かったですね、これやべえぞこのスピードはっていう感じで、そう、結構スピード出るね、あのマシンやったんで、あれも電動だったんですけど、へー、まあ、それサーキットこうガッと乗ってね、うーん、走ったりとか、まあ、本当に結構一日楽しめたなっていう、うーん、でしかも、まあ、天気が悪かったっていう、天気予報的に思ったもん、両方もうザザ降り、はいはいはい、天気予報だったんで、もうぶっちゃけどうしようと、うん、これ雨やったら遊園地遊ばれへんねんから、何もできへんでと、近くにイオン行くしかないとかって、なんで菅原でイオン行かなかったんですか。そうそう、まあ、ブーブー言ってたんですけど、たまたま晴れてね。いやーそうで、だからあの雨の方やったんで、お客さんも少なかったね、ガンガン乗り放題っていうね、あ、そっか、もう全部並ばず乗れたっていう、あ、めっちゃいいっすね、ガンガンあのフリーバス買って乗りまくったっていう、ね、あ、いいな、子供たちは大はしゃぎでね、大喜びでしょうね、うん、でメッシもちょっとあのグレーちょっと1500円ぐらいグレードアップしたんで、うん、これも美味しかったね、もう肉もお寿司も美味しかったっていう、あ、そ
で温泉もちゃんとあるしね。あ、いやだから本当あのスーパーサーキットおすすめですよ皆さん。ちっちゃい子も皆さんおすすめなんでね。家族旅行もよかったまた。ちょっと西垣旅行第二弾。楽しいと思うぜひともこれは。鈴鹿サーキットか。いいですね。まあ電車でまあ近鉄特急でうちも行ったんでまあ2時間ぐらいですかね。大体片道。まあうち新大阪なんで、まあ難波かな。まあ乗って新特急乗って。もうビュンビュンで行けたんで、あと寝てるだけなんでね、はいはい、乗ってしまったらね、そうそう、あとはバス乗ってっちゅうね、そうかそうか、とこなんで、ああ、そもそも運転より楽かもしれないですね、あ、全然楽ですね、ああ、いいですね、僕昔は運転好きだったんで車借りて行ってたんですけどね、けど運転するのは僕だけしかいないっていうのが判明して、いやいやいや、そうですね、結局行きも帰りも自分が 4、5 時間運転しなあかんっていうヘトヘト状態、一番疲れる人になっちゃう、もうこれ嫌やと、そうですね、電車で行こうと、あ、いいですね、そっから電車だったんですけどね、あ、もう電車は全然いいですよ、ゆっくり寝てるしね、ご飯も食べるんで、電車に来なってマルシャ行ったんですけどね。ああいいですね。でもね、うん、ご両親もきっと喜ばれるでしょうね。それは。うん、まあ泣いたもんなら本当に、ね、7、8回行ってるとね、もう本当に普通にカッパッと行ってパッと帰りますから、ね。なるほどなるほど。でもなんか伝道してたなと。まあけどやっぱさっきも言ったように楽しかったですけどね。家族で行けたっていうのはやっぱね。まあだからここまで行くとも楽しんだよりもなんか安心感ですね。安心感。元気でとりあえず今年も過ごしたなみたいな一つの。結果っていうかね、感じるんで、また頑張っていこうねみたいなね。今年も1年ということですね。そう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 、ああいいな、いいプライベートでしたね。何じゃきもね、この企画毎週頑張って続けてもらってね。やりたい、やりたいです。はい、なんか親に喜んでもらえる嬉しさっていうのを感じましたね。だからプライベートをしっかり考えることはすごくね。大事になっていくと思うんで、やっぱここで本当の、ね、意味が出てくると思うんですけどね。そうですね、そうですね。そうそうそう。で今日はねそんなテーマなんですけども、まあ西垣君のねそのトレーナーとしての仕事とあとプライベートっていう、まあ、使い分けっていうかね、まあ、どんな感じで考えてますか普段は。そうですね。うん、まあさっきも言った通り僕は日曜が基本的にはお休みで祝日がお休みで。まあ、それ以外は割とびっちり週6仕事でなかなか動けないですし、なかなか休みも取れない。まあ、これ見て皆さんもね、まあ治療科が取れないって言ったもんで、いや忙しい、忙しいです皆さんもね。してもらえると思うな、この仕事ってね。そうなんですよ。でまあまあでもその仕事もすっごい楽しいですしね、あの週6の仕事も楽しくできてるのはできてるんですけど、まあ僕はもうスタンスとしてはやっぱり休みを全力で遊ぶっていうスタンスなの で、はい、もうその休みの日はもうみっちり予定を詰め込んで、で連休でももうみっちり予定詰め込んでっていう形なんで、まああのまあ、休みをいかに充実させるかっていうのをその1週間ずっと考えてるんですよ。なので僕はスタンスは仕事も楽しいんだけど、やっぱり休みであったりとかプライベートをいかに充実させるかっていうことの土台となる仕事っていう考えなので、まあ仕事も楽しいけどやっぱり遊びたいっていうところですね。まあ西垣君は基本的に、ね、うまく遊んでるなっていうね、まあ、前の他の動画も言いましたけども、まあ、休みしか考えてるタイプだと思うんでね。そうですね。でもやっぱり周り見てるとね、本当もうそれこそ休み取れないですっていう人も聞きますし、月に1日2日とかっていう人も、まあね聞きますし、まあ、峯岸先生もね、まあ、特に、まあね、あのオープンされて間もないですから、みっちりね、お仕事されてますし、そうですね、まあ、何がいいのかなっていうのは、まあ、ここはね、本当そうなんですね。ね、人それぞれっていうところあると思うんですけど、ちょっと昨日、京都スポーツメディカルカンファレンスって言ってね、京都の3団体で、まあ、セミナーカンファレンスを開催して、まあ、講師の方をお呼びして、勉強してたんですけど、まあ、その後の懇親会がめちゃめちゃ面白かったですね。でまあまあ、名前は伏せるんですけど、あ、本当にトップトレーナーの方が、参加者の方にもいらっしゃってですね、で懇親会も参加していただいて、はい、結局3限目まで行ったんですよ。3時間まで行って7人ぐらい残ったんですけど、まあ、本当もう、恐れ多いぐらい の、 皆さんと一緒にお酒を酌み交わすことができてですね、でその中で話題になったのが、ちゃんと遊ばんとあかんし、ちゃんとプライベートの時間取らなあかんよねみたいな話をしてて、で、ね、で結構ねそれを実践されてるトップトレーナーさんだったんですね。僕まあ、SNS 上では見てたんですけど、まあ、すごい方やなっていうのは思ったんですけど、平日の10時からなんか南アルプス登りに行って、展望の景色のいいとこで酒飲むっていう、なかなかかっこいいですね。超フリーダムな、なんかネイチャーな感じとかね。なるべく仕事したくないからねみたいな、
4時間ぐらい仕事したらもういいよねみたいなスタンスの方がいらっしゃったりとか、まあ、あとはもう家庭持たれてる方もいらっしゃって、まあ、すっごい仕事詰めた時に家族の方が体調崩されたりとかでスタンスをガラッと変えたよっていう方もいらっしゃって、まあ、その方々はやっぱりもう休みをいかに作るか、うん、そうですね、でいかに働く時間を短くするかっていうことは大事な課題だよねみたいな話が上がって、うん、結構トレーナーの懇親会とか行くと、うん、なんかこれからもセミナー勉強頑張ろうぜみたいな、まあそうですね、もっと働こうぜ、いけいけみたいな感じになるんですけど、なんかちょっとこう違う雰囲気 の、 あの話題になったのですごく僕としては印象的だったんですけど、まあ、そこで、あ、僕は今後どうシフトしていくべきなんかなと、当然ねプライベートは大事にしたい気持ちはあるんですけど、やっぱ働かんと、まあもちろんね、遊ぶ金もないし、将来家族ができて子供ができたらね養っていくお金もいるしという、そこのスタンスがすっごい難しいなというのをやっぱり自分でも感じて、なるほど、そうなんですよ。だから峰岸先生がね、まあ、あのどういう目標を持って今活動されてるのかもそうですし、うん、そうですね、ね、どこが理想なのかとかっていうのもちょっと聞きたいなと思ったんですけど、うんうん、まあ、これ皆さんね視聴者の方も多分、まあ、第1回で考えることだったんですけどね、うん、こういうことっていうのは、うん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 、まあ仕事っていうのがありますと、でプライベートがありますと、うん、まあ、この2つの、ね、バランスっていうのはどう考えてるかというところですよね、うんうんうん、そうですね、まあ、まず結論から言うと、もちろんそれぞれのバランスは保てることは必要なんですけども、うんうん、まあ、あとは時期によって変わっていったんちゃうかなっていうのが僕の考え方ですかね。時期、時期ですね、はいはい、まあ、自分の今どういう時期なのか、うんうん、例えばじゃあこれ今のゆとりの話を20歳の駆け出しとおりながらやってどうなのかって話もなってますそうですね、うん、そこは違うなってなってくると思うよね、はいはいはい、うん、逆に30半ばぐらいになって人もバリバリやってきた人がじゃあ3人バリバリやってるかってやっていくとちょっとバランスも違ってくると、今度は効率的悪くなってしまう、じゃなくて今言ったように4時間で仕事をしっかりして4時間でしっかり稼ぎ出せるだけの価値とか環境を整えておくってことをした方が成長してますよねってなってくると、35歳以降とかね、なった時に、もしくは自分が働かなくても入ってくる就労システム、収入システムを作っておくとかっていうところに入ってくるステージがあると思うんでね、あ、なるほど、ステージですね、ステージ、ステージに入った時にそこの比率を変えていけばいいんちゃうかなっていうのが大事かなと思うんですけどね。そうですね。その方もきっといきなり4時間で、そうそうそう駆け出しの頃からやってたかっていうか絶対苦労してる時期がきっとねあるとは思うんで。逆にそういう人ほど昔めちゃくちゃ仕事したと思います絶対に。だからそれを感じてるんですよ。大体ね、あの僕もこれいろんな、ね、全国トップトイの話の人に聞いてきたらあったしと思ったんですけども、大概皆さんえげつないこと仕事してますよ。そう言ってる人って休みからあかんなって話してる人って、いやそうっすね、大事だよねって言ってる人はもうものすごく仕事してるってベースがあります。でものすごく勉強してますよね。ものすごく勉強してますっていう、ね、ベースがそこやからそれの価値に気がつくんですよね。時間的な価値とかゆとりの時間大事だよねってことに気がついていくんです。だんだんこう、あ、気がついていってるんですね。なるほどなるほど、うん、だからそこに関してはやっぱねステージごとにこうね頑張らなあかん時期もあるし、ね、本当は君を振らずやなあかん時期とかね、お金ためなあかん時期とかね、あるじゃないですか。そういうとこは一生懸命やって、まあ、別に休みとか考えてもいいと思う、その時はね。はいはいはい、はい。ただ僕も独身の頃また考えてなかったですよ、僕はね。そうですよね、もうみっちりってなりましたよね。そうそうそう。まあ、けど、まあ、例えば最初のみっちり期間は20歳から26ぐらいまで、7までかな。もう本当に死ぬほどあった仕事をしたし、セッションしたしね、200本以上してましたからね、1ヶ月ね。でそれは目標があって、やっぱ柔道整復師の学校入ると決めて、自分のお金貯めると決めたからっていうね、28歳で入ろうと思ったから、お金貯めなくちゃいけないと、なるほど、死ぬほど仕事しようと思ったのが、その当時の話だったんで、もう休まず、本当仕事しましたよっていうのが、なるほど、その目標に向かってですね。で、そういう時期があって、でまあ、学校ね、まあ、ちゃんと入ると勉強して、資格取ったっていう時期があって、で今度は、卒業生、結婚しましたと、ね、結婚して、まあ、伴侶ができたと、で伴侶ができたし、その2、3年子供できたってなってきたんで、今度はそうなったらやっぱ時間つかなあかんよねって話になってくる。そこですよね、うん、だから多分ね二社期もそれ自然となってきますよ。なるほど、あの自然とそういう考え出てきます、自然と、だからちょっと時間作って休み取ろうかとかっていう時期になってくると、そうですね、休みが取れる環境を作らないといけないですよね。そうそうそう、自分 で作るべき必要性が出てくる、必要性が出てくる、あ、そうですね、でそういう時は子供と一緒にとかね、家族と一緒にって時間を大事にすると、うんうんうん、でまあ僕もそういう時期があって、うん、で、まあ、僕はその時期が今落ち着いてきた時期に入ってきたと、で今度は自分の、まあ、子供たちも大きくなってきたし、自分も学校行ったりとかね、あと自分のやることが増えてきたと、あ、まあ、自分の時間、子供たち自身の時間が増えてきたんで、僕はその時間いなくても大丈夫になってきたから、ジム開いたと、はいはいはい、今度は自分の夢に向かってまた進んでいこうと思って、また今仕事の質を上げていってるなるほどっていうところですよね。なるほどなるほど、うん、
そうか、そうか、バランスをこうタイミングによって必要に応じて変えてるんですね。そうか、そこってね、その、まあ、仕事の比率を落としていくときのコツとかってあります？どうやって下げはりました？もうシンプルに、まあ、シンプルに数減らす、数減らす、もうその時どうでした？もう収益、収入とか、まあ、もちろん下がりますけど、お客さんとかもね、まあ、だからあとは値段が上げて数減らせばいいんだよ。だったら変わらないでしょ。単価ですね、単価上げていくっていう、まあ、シンプルにパーセントやったらそれやったらいいと思うんですよね。数多くやっていったら、まあ、ちょっとシンプルに値段上げていって、まあ、それでもちゃんとまたねやってくれる人はまたあのやり方でやっていただきますけどね、まあ、自分の価値も高めていかなあかんと、そうですね、いうことをしなくちゃいけないので、まあ、そのタイミングだと思うんですけどね、ちょうど。でそれやったら基本的に収入はそんな変わらないんで、別にね、そう、数減ってもお金が入ってくるのでは変わらなくなってくるので。そうですね、それ言う人結構多いなと思って。まあ、そうしなダメでしょうね、最終的にね。意外と上げても全然減らんよみたいなことを言う人、まあでもね、そうやって自信持って上げれる人ほどやっぱりやってきたっていう経験もありますし、 あと値段上げるってことは自分への責任ですからね。そうですね、だからただ単に金儲けで利益上げるんじゃなくて、本当に勉強してもっと責任を持ったくなるって覚悟がいるんですよね。値段上げるってことはそのサービスを提供しなくちゃいけないんでね。だから逆に上げるのは怖いことなんですけどね。そういった意味では簡単じゃないよって、覚悟がいるってことはちゃんとしないとね、お客さんに失礼になっちゃうね。その通りです、ですよね。なるほど、なるほど。まあ、なんか逆にいい指導になっていくはずなんですよ。質として上がるはず、絶対ね。よりハイクオリティな質になっていく、指導になっていくと思うんですけどね。なるほど、そうですよね。まあそうですね、今後僕がちょうど30になるので、ね、そうそうそう、はい、その転換期かなと自分でもちょっと思っているところで、そうですね、今だからね、そうなっていく時期に入っていくのかなと。はい、そうですね、まあ、まだバリバリやっていいと思うんですけどね、30だったら、やっぱり30、まあ、僕で言ったら34、5ぐらいかなっていうところからちょっとシフトまた進みしていってもね、そうですね、そうですね、まあまあそうですね、まだそうですね、あのまだまだ働きたいという思いも、まだ元気で20歳だったら、30だったらね、まだまだやりますから、はい、あるんで、そうですね、ただやっぱり遊びたいという気持ちも多いです、大きいですし、ただ日大君のバランスは基本的に悪くないと思うんでね、ちゃんと仕事してちゃんと遊ぶっていうスタンスはいいと思うんでね、そうですね、その非常別変えなくてもいいのかなと思うんですけど ね、であとはそう、すごい懇親会に行くとですね、僕の SNS の投稿をすごい見てくださってる方が多くてですね、パルクール良かったねとか、ああね、バク転行ってたねみたいな言ったでしょ、ちゃんとね、そうこう食いつきますよと。いや、やっぱ見てくれてるの嬉しいですね。で、やっぱああいう投稿をしていかないと若い人がトレーナーやりたいと思わないよね、みたいなお声もいただいたりとか、やっぱりトレーナーとしてすごい楽しい人間であるっていうのをもうちょっと言っていかないと、お客さんもね、大丈夫って思われてるトレーナーでは良くないよね、みたいな。まあ確かに西垣君はそろそろ発信していく責任が出てきてもいいのかなと思うんですけどね。別に義務はないんですよ、別に、ね、発信で別に誰か言われてやるんじゃないですけど、やっぱり業界のこととかちょっとでも、まあ貢献したいとか恩返したいという気持ちがあるんだったら、もちろん30だったらそういうの発信していってもいいのかなっていうのは、そうですよね、思うんで、やっぱ仕事もそうですし人生もそうです、やっぱ上から引き継いでいくものってあると思うんでね、で今の僕たちがあるのは上の人たちがいろいろ作ってくれたりとか環境ね、勉強もそうじゃないですか、勉強会もあっていろいろ社長を持ってきて教えてくれるから出来上がってきたところも、ね、そうですね、あるんで、やっぱそういうことに感謝する気持ちって持たなくちゃいけないのかなって僕は思うんですけどね。なるほど、業界に、そうそうそう、業界に対してとかね、だったらそれで業界に対して恩返し自分の出来事をどんどん出していこうってこと、自分きっかけ、西垣君きっかけでまたその見た人が勉強会行けるとか、こういうことできたってことがきっかけになったら、もうハブ的なね、あの立場になったら役立つじゃないですか。そうですね、そういうために発信しておくと、ね、っていうのは絶対大事だと思うんですよね。そうですね、そうですね、いや、なんだろう、すごいその発信を褒めていただいたので、なんか、あ、いいねんなって、なんか割とトレーナーやっぱり勉強しましたみたいな、こう ね、お堅い投稿が多いじゃないですか。だからなんかこうやっぱり最初結構そういうのって抵抗あったんです ね、セミナーの投稿しかしないっていう時期もありましたし、まあそういう使い方もあるんですけどね。はい、まあまあ、なんかでももうちょっとなんか楽しい投稿してもいいんちゃうかなと思い始めたのが最近で、もっともっとこう遊んでますっていうのを僕は言っていきたいな。そうそう、だってトレーナーがそうやって遊んでってことはちゃんとそんだけ遊べるねんなってことわかるじゃないですか、仕事としてね。そうですね、そうですね、の方がまあなんか僕もそっちは自由度があっていいんちゃうかなって気がしますけどね。そうなんですよね、まあ僕のスタンスがそれであるっていうのが大事なんですけど、やっぱりそうですね、遊ん
なんすかね、楽しい仕事でありたいです、ね、あ、そう、楽しさですよ、結局、ね、はい、仕事って楽しいし、はい、楽しくあるべきだってことが伝わればいいと思ってもね、うんうんうん、そうですね、もちろん真面目に勉強するのも大事ですし、一生懸命も大事なんだけども、はい、っていう前提でね、うんうんうん、あればいいし、まあ、あとはこういう豊かな、まあ、僕はいつもこの広い視点で先見てるんですけども、はい、こう自分たちだけのものとか自分たちだけで囲ってしまおうとかってあんま好きじゃないんですけど、利益だけを自分たちのグループだけでイエーイみたいな感じで、他のやつはちょっとみたいな感じってのはどうなんかなと思って、ね、そうですよね、そうですね、うん、もうみんなで情報共有して、そうそうそう、ね、頑張ってる人がこう上に上がっていけるっていうシステムがあればいいなと思うんですよね、うん、そうですね、そういうのがいいんちゃうかなと思うんですけどね、うん、僕も今治療科業界にいるんですけど、治療科業界はすっごい閉鎖的で、これ昔からね、はい、もう情報共有全くしないので、うん、なんかすごい閉鎖的で、うん、この主義はもうどこにも教えませんとか ね、そういうなんか一子相伝みたいな、ね、そうそうそう、北斗神拳みたいな話ありますよね、あるんですけどね、なんでかなと思うんですけどね、でやっぱり仕事的にももう本当にブラックで、うん、もうなんか今日も12時まで練習勉強しました、うん、明日も朝からです、イエーイ、まあ、みたいな、まあね、やってますわね、よくないなと思うんですよね、まあ、だからそこはね、もうちょっとこう、まあ、本当シェアとか共有とかっていう、まあ、時代じゃないですか、うん、時代もね、うん、あ、そうですね、うん、そうですね、っていうところなんで、そこはそういうのを広げていくような方が、まあ、自然だと思うんですけどね、そうですね、まあ、何でもかんでもこうね、うん、一人で進んでなくて皆さんで共有してもらうとかね、はいはい、シェアしましょうっていう気持ちがあった方が、うんうん、多分、まあ、その人も多分今そっちしたら伸びると思うんです、逆に隠すよりも、うんうんうん、どんどん出した方が多分いろんな面で僕はメリットがあるというふうに考えてます、そうですよね、うん、周りが隠してるところでね、そう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 、出す人が出てきてもいいですよ ね、まあ、の例のね、あのキングコング西野さんのね、はいはいはい、本もありましたやん、あの絵本を全部公開するっていうね、そうですね、無料コンテンツ、あれこそ無料公開するっていう必殺技だったと、はいはい、素晴らしかったです、ね、けどあのおかげで何十万部って売れてるっていうね、うんうんうん、本当はそういうとこだと思うんですけどね、考え方としてはね、うんうんうん、出した方が売れる時代、そうですね、隠したら売れない時代っていうのが今の時代だと思います、うんうんうん、そうですね、うん、っていうところに気がついてる人は多分ね、多分こう囲い込み、囲い込みたましないと思うんですけどね、うん、なるほど、どんどん持ってていいよみたいなスタンスの人の方が多分今後はググってくるのかなとは思ってますけどね、うん、僕がね、あのミネサンズカフェやってる理由もそこなんですけどね、僕の持ってるものは全部来た人には全部出すよってスタンスにしてると、うん、でもちろん無料だよと、そんなことお金いらないよって話してますけどね、うんうん、で確かにね、これやったらいろんないい効果出るんです今実は、あ、そうそう、実はいろんないい効果出るんですけどね、まあ、だから最終的に僕にとってかなりプラスの方がいっぱい起きてます。ああ、そうですか。まだ企業秘密なんですけど。でも今秘密なんだ言うときながらね。ああ、そうですか。まあ、いっぱい起きてます、実は。へえ。まあ、だから僕がこれやってて正解だなと思って。なるほど、うん。それは予想してたことですか。いや、予想はしてなかった方ですね。ああ、なるほど、なるほど。でも結果的に。結果的にっていうね。いい流れが。そうそうそう、いい流れになってきたなってなるんで。やっぱそういうもんだなと思ってね、なんかそういう人の良さとか、なんかこう人にしてあげれるとかって、うん、やっぱ回り回っていい結果になることがほとんどですよ ね、きっとね、日本人ですの悪い人いないですからちゃんとあのギフトするもギフトすればお返ししてくれるんですよ、ちゃんとね、あ、なるほど、うん、っていう民族だと思います、日本人のね、うんうんうん、まあ、これも良さだと思います日本人のね、っていう面ではすごくあのまあ納得できるような展開になってきたなって最近は思ってるんで、うんうんうん、そうですか、うん、だからもっともっと僕はもう情報をシェアしていこうかなと思いますけどね、うんうん、隠さずどんどんね、そうですね、そうですね、うん、もっと知りたいな、だからトレーナー業界のすっごいいいところとかも僕治療科業界にシェアしてほしいなと思うんですよね、うん、治療なんかトレーナー、僕治療系業界にいると、うん、トレーナーってすっごいオープンだし、みんなこう、うん、そうですよね、情報シェアするし、うん、横のつながりもすごい多いし、いいなと思うんですよね、うん、ああいう雰囲気に治療系業界もなってほしいなっていう、うん、まあ多分またなっていくと思うんですけどね、うん、あのまあ本当に若い人たちがね、今治療科の方たち頑張っていったら、まあ、だから今の若い治療科ってトレーナー志向の人にそういうのが合体してるじゃないですか、そうですね、そうですね、うん、で今の上の治療科の人はこのバリバリ治療科なんでこうね、そうですね、うん、やっぱこの辺の世代は多少あるんですよ、年代差っていうのは、まあ、なるほど、一般世界でもそうですけどね、考え方違ってきますやん、こうね、うん、でそれで成功してきた人はそれが良かったと思っちゃうから、それでずっと続けられるってなっちゃうから、一子相伝になってしまうってことは確かに、ああ、そうですね、まあでも今、まあ、ちょっと違う世代に入ってきてるのかもしれないですね、移ってくると思います、これに関しては、だからあと10年後20年後だったらもうちょっと世話文化が増えてると思うんですけどね、治療率に関してもね、ってなってくると、そうですね、そうなってほしいな、それが動画とか IT とか使っていろいろこうね広められるようになってくる、うんうん、まあ今ねいろんな動きありますやん、こうトレーナー業界もね、
ああいうのがどんどん増えてくるんちゃうかなと思うんですよね。そうですね、オンラインコンテンツもすごい増えますもんね。そうした形になっていくと、うんうんうん、なっていくんじゃないかと僕は睨んでますけどね。そうですね、まあいいことですよね。いいことですよ、いい情報がたくさん回ることは、うん、最終的に僕らじゃなくてメリットを共有するのはお客さんであり一般の方なんですよ。そこにちゃんと持っていくことを考えてやっていかないと僕らの業界がおかしくなっちゃうと。その通りですね、うん、だからそこを皆さん勘違いしちゃダメですよって僕はいつも言うんですけどね。自分自分じゃないんだよって基本的には。僕らは基本的に誰かに何かをしてあげて利益をもらう立場なんで、ただまあ自分自分の前にまずもっともっと相手のこと、お客さんのこととか患者さんのことを考えてあげるべきじゃないのっていうところを一番、そこが一番だろうと、ね、その後自分の幸せってあるんじゃないかっていうのね。本当その通りですね、うん、そう、そのついでに昨日の話でもね、その、その中でその業界のスペシャリストにはかなわんっていう話で、昨日はちょっと栄養学のスペシャリストが来てくれてですね、講義をいただいたんですけど、もうあんなんにはなれんと、そうですね、もう無理やっていう話で、あれ無理っすよねって僕が、あんなんになれないっすよねみたいな言ったら、いやいいんだよって、スペシャリストじゃなくてもいいんだよと、その目の前のお客さんにとって、きっと君がスペシャリストだからっていうふうに言ってもらえて、ああそれでいいんだなと。業界のトップになるんじゃなくても、お客さんのスペシャルであればそれでいいんだなという、なんかまたちょっとこう、違う視点で、ね、いいこと言います。確かに、ね、その通りは。ああそれ大事、やっぱお客さんファーストですね、それ大事ですね。そうそうそう、だから自分が本当に何が一番できるのかってことを 再確認すること、だ僕は筋トレこだっていうのはそこなんですよ。筋トレが僕にとって一番自信作であり、一番キャリアがあり、一番結果出してきたもんだから、そこに行き着いてるのが今現在でしょうね、っていうのは確固たるものもやっぱ持っとかないとね。そうですね、でないとやっぱフラ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 、結局自分何してか分かんなくなっちゃうっていうね、ぬるいなんか真ん中トレーナーになっちゃうみたいな、それはよくないなと。やっぱ尖っていく部分は一つ持っとかなあかんよっていうのは大事だと思う。これはっていう自信持ってね、提供できるっていうところもね、は絶対持っておくべきだと思ってね。それはまずちゃんと確認しながらあかんと。はい、そうですね、うん、でそれには周りの情報流しすぎちゃダメだよってことね、ちゃんと考えないといけないというのも大事ですよね。なるほど、そうですね、そうそう、まあ、ちょっと話それましたけども、だいぶそれましたけど、プライベートの話ですけどね、はい、そうそう、まだそういうことをしながらね、プライベートをしっかり作っていきましょうねってことで、ステージステージごとに変えて、こう比重変えていったらいいんじゃないのっていうのが僕の答えかなと。なるほど、いいところですね。ぜひ皆さんも、僕が今後どういう、ね、プライベートの過ごし方するのか、まあ、彼のね、あのまた今後の投稿とか見てもらって、ね、そうですね、試行錯誤しながら、はい、皆さんにもそういうのを伝えていけたらなと思ってます ね今は、はい、まあ、とにかく楽しむことです、プライベートは ね、そうですね、楽しむことで、いや、リラックスすること、この2つだと思います、これで、はい、大事ですね、そういう時間大事ですね、時間作って、あとはまあ仕事の時一生懸命ね、やっていったらいいというのが結論になっちゃいますけどね、はい、まあ、あとは僕らもね、こうやってね、いろいろ楽しくやってるんで、まあ、僕らのプライベートに付き合いたい人、またよかったらね、あのメッセージくれたらね、一緒遊びたりしますんでね。いいですよね、トレーナーで遊びたいですよね。ね、そうそうそう。はい、あんまないです、僕。確かにね。はい、僕、昔遊ぶ企画やってたんですけどね。ああ、そうですか。ラスツアーもやってましたからね。伝説ですけどね。伝説ですね。僕がバス運転する。マジで、あ、運転してるんですね。運転しましたからね。レンタカーでバス借りてきて、僕が来ましたからね。おー、みたいな感じで。それはやばい。十何人連れてどっか。京都の上の遊びとか、天橋だって遊びに行きましたね。ああ、いいっす、めっちゃおもろい。ちゃんと下見もちゃんとして前の人、まあ、そういう時期もありました、楽しかった。いやー、そんなやりたいな、うん、っていうのもね、一つ面白いですね。はい、面白い。まあ、皆さんよかったらやってみてください。はい、はい、で今日はこれ終わりますので、またよかったらチャンネル登録の方、こちらでよろしくお願いいたします。はい、じゃあ今日はこれで終わります。はい、さよなら。さよなら。